こんばんは。最近オンラインサロンを始めた平井弘明でございます今回はズバリ完結するお話しさせていただきます。ためです。ダンシングのため。ためたいですか、ためないようにしてますか。ためられる人、ためられない人がいるっていうお話を前させていただいたんですけども、これを今日完結したいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。そもそも僕は貯める必要がないと。で、貯まっちゃうんだったらそれはそれでいいです、貯めた分解放してくださいっていう意見です。でも貯めるんですよね、みんな。貯めたい。僕とトール君はお金を貯めたいそうで、そもそも貯めたい方はグリップの向きを分かって貯めてます。これが貯められるグリップ、これ貯められないグリップ。おっと、そうなんですよ。これダウンスイングの話になるんですけど、貯められるグリップっていうのはこうやってできる、こうやって。そう、でもこうやって貯められない人ってこっちのグリップで貯められないんだけど、これはできないの。たまらない、むしろリリースする。そうだから左手が超フックで右もそれに合わせてお付き合いしてたら貯められませんからね。ウィークグリップの人が貯められるから特権だけど蹴ってるからそれ。あ、そう、貯められるのに貯めないよっつって。右手を横からこうやって下から握る、こういうグリップ、フックグリップで、こういうグリップの場合は貯められない、ないんだ。ない。でもこのフックグリップかっこいいからフックグリップで握るから、それで貯めたいから最近トール君貯めんですよフック覚えたからっつって。そうそう、フックグリップ覚えたから。そう、そう、確かにそうなんだよね。最近フックグリップが多くなってきて、そうで貯めるっていう意見理論っていうのは前からある。あるよね。これね、バチバチしちゃうんだよね。それは分かってやってるのかっていうね。うわ、そう、分かってやった方がいい絶対。うん、そんな話は今ここまでの話は多分大勢の方が知ってる。うん、本番はここからですよ。誰も言ってないこと。多分ね、こうツアープロしか知らない試合で関係することだから、プレッシャーのかかる試合、人それぞれプレッシャー違うだろうけども、でもトーナメントコースを攻める時に使えるものだから。これはアドレスがちょっと右向く方とか、ちょっと右向く癖があるとか、そういう人は貯められない。まっすぐかちょっとオープンの人しか貯められない。でもほとんどの人が行っちゃうでしょ。そうで、貯めるから右行くでしょで日本のドライバーの一番の悩みはスライスでしょ、うん、もう全部つながるじゃない。本当だ。そう、右足す右はもっと右足す、間違いない。本当にそれ、本当に 2,3 回繰り返したら戻ってくるから出た。そう、本当にこれはまっすぐよりもクローズスタンスは別、自分がまっすぐ構えてるであろうから、ちょっとでも1センチでも右向いたらもう貯められないから、貯めたらもうダメだから。でも貯めたいじゃない。そういう時どうするかっていう動画を撮ります。すごいね。例えば今これ練習場の右側打席にいるから、スライスイメージが湧きやすい。例えばあの250の真ん中の看板あるじゃない、うん、あそこがフェアウェイ真ん中だとします。ちょっと右ドッグレッグのイメージして、左ダメです、左ダメなんだけどボールを左に引っ張りたい、フェードかけたいっていう時に、ターゲットを向いてクローズスタンスにするの。これで左の壁をガッチガチにインパクト後に作って左に引っ張る。こうやって。そう。多分だけど、レッスンで言わないと思う。言われた人は数えられるぐらいしか多分もしかしたらいないかもしれない。超上級。もう一回やるよ。クローズスタンスにして、引っ張れる状態を作って思いっきり左に引っ張るんだけど、これでチーピンは出ないから、右サイド広くして上から来させてカットに打つから、壁で、左サイドの壁でターンができるから、こういう回転がかかりやすい。これ完璧じゃないかな。これ溜まってんの。溜めて左に来させないの絶対に。例えばこれオープンスタンス、こうやって構えてオープンスタンスだったら、いくら貯めたって害はないのよ。こうやって今こうやって、そう、あんなのオープンスタンスだっていくらでも貯められるから、右向くよ、貯めるよ、グッバイ、これ出るから。真面目に打つよ、真面目に。今のもまあまあ真面目なんだけど、
捕まんないからね。そう、これやってんのみんな。右向いたらスイング急がないと当たんなくなるよって俺言ってるでしょ。溜めてるってことはさ、一服してんじゃん。急がないと間に合わないんだから。右向くんだったらこうやって急がないと。すぐ行くね。ね、これ分かって。でも溜めたいじゃん、自分のタイミングなんだから。あ、大事にしたいでしょ。ってことはオープンスタンスにするか、左向いてクローズにして左に引っ張るのかって。じゃあ、いつですか？左 OB、 あとは置きに行きたい時。あれ置きに行ってたね。置きに行ってる。置きに行ったっぽいショット打っていい？これはちょっといい子ちゃんでしょ。で、そう、あれは本当練習場でしかできないぐらいの力感だけど、そう、あれはもうまさにお気に入ってるじゃない。そう、あれをちょっと気持ちよく振っただけ、さっきのは。そうだ、ああいう球打ちたいんだったら左、若干左向いてクローズスタンスにして左の壁を作ってこうやって打っちゃうしかない。コースで置きに行く時の打ち方ってことなんだ。そう、現実。え、でも超むずいんじゃない。そうだね、すごいむずいのにそれで置きに行くんだ。できるようになるとそれで置きに行ける。動ける範囲を超狭くしてるから、あれしか出ないようになる。そう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 、そうそうそう、いや動けないからね。だから超上級な。賞金かかってるとかやんない。あとは例えばクラブ競技の優勝争いとかね、の大事な場面で絶対やっちゃいけないとか、例えばね、インペリアルの中の9番とかインペリアルの中の8番とか、わかんないからね大体。あ、そっかそっか、そういうところでやったほうがいいですよ。分かったけど誰が見る。え、ためかじったことある人全員。あ、そう、うん、だってこれだもん、ためって。あ、ためってそれなの。この動画1本で多分一生大丈夫。他のための動画撮る人ない。そうだって、グリップやったでしょ。ためるのはまっすぐかオープンでしょ。で、右向いたらためらんない、急がなきゃダメ。でもクローズっぽく右向いた感じでためを作りたくて、うん、左引っ張りたくてフェード打ちたいんだったらクローズにして左向くしかないっていう、もうこれ完結ですよ。そうで、注意点ね、っていうか今のこの動画のメインっていうのは、左に引っ張りたいけど左の OB 出したくないフェードの話がもうほとんどじゃない。その時の注意点は、腰のラインと肩のラインは打ち出したい方向に取るわけ。そうで、スタンスは着弾したい方向に取る、この方向に。そうそう、こうなってるんだよね。そうだから、こういう状態だと左の壁って強くなるじゃん、こうやって。その状態を作れるかどうか、これ言ってなかったね。これポイント。これさ、練習したの？高橋さんに教わった。で、超練習した。するんだ。うんとね、超練習したっていうよりも、うまくいくのが楽しくて練習した。だからやっとできたじゃなくて、もうすぐできたの。あ、そうなんだ。そう、楽しいって感じ。そう、だからグリップの向きなんかもそうだし、そのラインの出し方、うん、ライン取りの取り方とか、うん、そういうのもやって、うん、そうやって打つんだよって言われて、それで打ったっていう感じだから、決まる決まる。楽しいんだ。楽しい。そうだから、これはね、すごいいいなと思って、うん、これは絶対お裾分けしようと思って。あ、そう、サロンだな。でもそれぐらいね、超大事なことだと俺は思う。ぜひやってもらいたいポイント。フェードが決まらないとか、溜めたいけどうまく溜まらない、うまく溜まったのにいい球が出ない、この3つで悩んでる方はぜひお試しいただければと思います。はい、で今回ためについて、ためになる動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。最後のダジャレで台無しだからね、この動画。なんでよ、いいじゃない。ためになるため、いいです。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。